しょう。どうしよう。多少ストレスが溜まってるって方はぜひやってみてください。実際に体験していただいた方が分かりやすいんで、あの釜の熱さとか熱も、あと煙のね違いはところまではねお伝えできないんですけど、炭を出して入れるところまで、ね、はい、そういったことでやりたいと思っております。入ります。すごい綺麗くらい。あ、でもこんな中に600キロが入るんですね。あら、中は取りたい方は今何もない状態で、よし、よいしょ、ありがとうございます。あ、移住したのは、やっぱり今にして思えば新しい土地でチャレンジしたかったな、再チャレンジしたかったなっていうのが一つです。っていうのは仕事をいろいろやめて、何したらいいか分かんない時期だったので、で、まあ、商工会の会長に、まあ、働いてみっかと言われて、何も調べずに知らずに来てしまったんですけど、まあそうですね、炭焼きまでここまで来て、やっとなんていうのかな、村に居場所ができたというか、うん、まあ、これでやっていこうってものが見つかったんで、まあ、師匠との出会いも含めて、うん、これで良かったんだなと思ってます。これライターですか。あ、火が入りました。火が入りました、うん、ここに火事があるから、火事が斜めに立ててあるから、うん、と中が真っ赤になって、黒っぽい色をなくなって、煙突も白くなるんだよ、うん。そうなれば止めても大丈夫。うん、4日だったね、僕らは。ああ、はい。うん。川内の避難が。うん。はい。それから、燃料かかってもらえば、燃料は高い。だから一度はやめようかなと思ったんですけども、どうしても関さんが続けたいっちゅう無理を言いました、うん、そんな感じかな。未だにこうして、うん、やっております。僕もね、師匠に炭焼きやらせてもらったんですけど、放射能の問題とかあれば本当やめることもね、考えましたね。だけど、ちょっと無理を言いました。本来ならね、師匠も辞める予定だったんでね。ですが、まあ、これは続けていきたいと思ってますし、まあ、復興の文脈とはちょっと別な見方で僕は考えてるんですけど、復興というよりはむしろ、僕自身が楽しみたいというか、一つ、形を作りたいっていうことでやってはいます。まあ、詰まるところは師匠と一緒にやれるのが楽しかったんだろうなっていうのは正直あります。自分を、まあ、ちょっと肯定できない部分があったんですが、まあ、そういうのを、まあ、なんか、まあ、やっぱ人に肯定してもらえるところが、まあ、必要だったのかな。まあ、自分ではなんかそういう勉強もしたりしましたけどね。なんだろう、そういうことを、まあ、やり取りの中で教わったのはそうだし、まあ、あとは単純に土に触れるとか、まあ、なんだろう、まあ、農業でも同じなんかもしれないですけど、まあ、そういう人間らしい生き方みたいなのが、はい、できたらいいなっていうのもことなんかなと今は思いますけどね。まあ、やっぱり岩永里でやりながらっていうので、まあ、どうやって行った
ったらいいのかはちょっと僕も分からずに3年経ってしまったところがあります、まあ、例えば独立してね、それで収益が上がればいいですけど、まあ、出荷もできないような状況で、かつ、まあ、炭は本当に二束三文みたいな世界なので、単純に、商売に捨てるのは難しいかなと思って、まあ、将来的に岩の里で体験、炭焼き体験ができたりできたらいいなというぐらいの感覚で今は捉えています。なので、まあ、今できることとしては、まあ、市場の手伝いを多少やるぐらい、炭の出し入れするとか、まあ、切り切りも、まあ、やろうねと言ってまだやってないんですけど、はい、まあ、ちょっとそういうレベルでは。隣に小野町という場所がありまして、うんうん、小野町で茶摘みを、茶道用の炭を焼いてる方いるんですよね。それを去年知りまして、うん、で、まあ、やっぱり、なんだろう、販売ルートも結構独占されてるようなんで、そこに風穴開けながらやってるようなんでね、まあ、その方をまあ応援していきたいなと思うし、まあ、逆に言うと、まあ、その方に頑張ってもらうのも一つかなとは思うんで、まあ、その部分はね、その方に、はい、歴史的にも川内から、この川内村から小野になんか、なんか、その木材を運ぶような電車が通ってたという話も聞いたことがあって、うん、まあ、そういうつながりなんかもあったようなので、うん、まあ、地元でやれるのが一番なんでしょうが、はい。